こんにちは、たつくりです。今回は折り紙でキノコを作っていきます。このキノコは折り紙1枚で比較的簡単にできます。これは 7.5 センチの折り紙で作りました。顔はペンで描いていて、模様は丸シールを貼っています。柄の折り紙で作っても可愛いです。この模様は白い紙をハサミで切って貼りました。とても可愛いのでぜひ作ってみてください。他にもたくさんの可愛い作品を紹介しているので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速作っていきます。まず裏返します。上下と左右の端を合わせて折り筋をつけます。下の端を折り筋に合わせて折ります。上の端を下の端に合わせて折ります。折れたらすべて広げます。左右の端を中心に合わせて上の折り筋から下を折ります。ここから下を折ります。折れたら戻します。左右の端を外側の折り筋に合わせて折ります。裏返します。左右の端を中心に合わせて上の折り筋から下を折ります。ここから下を折ります。折れたら戻します。上の折り筋で後ろへ折ります。左右の上の端を内側の折り筋に合わせて折ります。
折れたら戻します。横から開いて内側に倒して折り筋に沿って折りたたみます。上にできた三角を折り筋に沿って潰しております。左右の角を少し折ります。だいたいこれくらいです。左右の下の端を縁に合わせて折ります。裏返します。お好みでペンで顔を描きます。これでキノコの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら、高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。